ファイヤードラゴンに会いに行きましょう。これはワープルが使えない。あ、MP が普通に足りないと。なるほど、竜の翼があるはず。知恵はまだ働く。もう全然知恵とかじゃないですけどね。あった、ドラゴンのとこ行けましたっけ。あれ、お、竜の翼って最後の町。あ、そう、そんなあれだったか。そんなあれでした。あれ町に戻る。なるほど、まあいっか、宿屋泊まりましょう。え、取れるかいと。ああ、はいはい、まあいいっすいいっす。ああ、39,000、だいぶ溜まった。まあそれで OK だとして、ワープルですね。びっくりしたわ。なんかもう3つの貝を集めたから、なんていうか、なんかフラグが立ってワープル使えないのかと思った。あれ、いけない、いけないっぽいな、いけないっぽいな。あ、そう、じゃあチキュリーから行きますか。すっと、まず3人と会って力を得てこいでしたよね、とりあえずは。まあ大丈夫でしょう。シュッと、エンカウントはもうコリゴリだぜ。というかずっとコリゴリ、もうずっとダメです、エンカウントは。これ上行けば、運良ければぶつかるんじゃない。そんなことない、そんなことはない。上行かないと地図見れないのがちょっと不便ですね。このアイテム欄が開けないんですよ。行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ。右下あたりか。ここら辺？これか？プシュンじゃねえんだよ。で、おそらくこの大陸？この大陸というのがこの南半球のこのドス黒いところとか、そういうところに入ってくるんだと思います。あ、でも逆に回復、宿屋泊まってよかったですね。ファイヤードラゴンと戦うでしょ、これ。死んでるがな。死んでるがな。倒れてるがな。私です、クシューラです。いや、お前だろ、犯人。もう絶対犯人。怪しいって言ってたけど、絶対犯人。こんなところでテッシーさんに会えるなんて、こっちのセリフだわ。私、ずいぶん長い間眠っていたみたいで、気がついた時にはこの村で解放されていました。すべて逆だろう、すべて逆だろう。そしてついさっきドラドシティを襲ったという怪物みたいなのがやってきて。怪物みたいなのって怪物以外に何かあるんか。無抵抗な村の人たちを皆殺しにしてしまったのです。私は家の中に隠れていたので助かりました。それ助かるの主人公だけだから。私、永遠の谷に行かなくてはならないんです。理由はまだ言えませんが。お、永遠の谷の話まだ聞かせてもらってない気がするんだよね。急に出てきたワードなんだよ、永遠の谷ってのが。お願いです、一緒に連れて行ってください。まあこれ家しても多分あれでしょ。
ほらもう私こんなところで見捨てられたら生きてはいけません。これベジータだったらじゃあ死ねって言うけどね。行きましょう。私てんてんてんって一緒に旅ができるなんて私って答えを言わないっていう。傷だらけになって死んでいる。いやーひどいわクシューラ。クシューラひどいよこれは。どう思ってこの後ろから歩いてきてんだろうね。何を思ってるんだろうねこれ。もうクシューラ犯人扱いしてますけど。あれこう、あ、ちげえわ。ここじゃねえわ。だいたい家の中ってどこだよ。ここのことか。家なんかねえじゃねえか。死体なくなってるじゃねえか。おい、何死体隠してんだクシューラ。すげえぞ。今一瞬入っただけで、一瞬入っただけで全て回収した。すげえ、クシューラ。ここじゃないよね。上だよね。ファイアードラゴン。まあ、とりあえず行ってきましたぜと。あれ？あれ？ん？まあまあいいっすわ。マックス。ここじゃなかったっけ？あれ？ファイアードラゴン下だっけ？ゲイルクロー！はい、ナイス。バブルオンバー。うえ、こっちも成長しまくり。クピクピのさ、装備手に入ったから、クピクピ連れてこようかなとちょっとは思うんだけど、そうすると、あれだよね。火力が、ガローがいなくなっちゃうから、ってとこだよね。まあ、ストーリーにちょっとどう影響するのかわからないけど、まあこのままでいいかなと、とりあえずは。ういっす。どうやらウィンドドラゴン、ランドドラゴン、アクアドラゴンを召喚竜にしたようだな。はい、ウィンドとランドはまだ使ってませんけど、じゃが永遠の谷のことを聞きたければわしが与える最後の試練を見事乗り越えてみせよ。オッケー。どうせお前も大したことないんだろと。ちょっとバージャー入ってるし。いいわ。いいよ。もう、いけるから。もうこれでいいのよ。バッティカルゲイ、あ、まあ、ツインクローで。まあ、とりあえず、こうでしょう。さあ、はい、あ、まあ48か、48ですか。ポヨンに、いや、なかなか強いですよ。ポヨンに48はなかなかやる。なのでちょブロ、いや、もう攻撃だな。アクアドラゴンがやっぱりあれ強かったっすよね、一番。オッケー。いや、もうイケイケで、もう全然これイケイケでいけます。主人公の攻撃で100とかさ入れば、まあ大丈夫だって。ホスラム、おいおい、100とか入れば桁が違うんだけど。桁が違うだろうお前。そういうことか。まあいいや、ちょっと様子見、ちょっと様子見で。じゃあ召喚、召喚ウィンド、アクアかな。100とか入ればそういう次元じゃねえわ。次元が違った。でもあの2000さ、ってことは覚えられるのかな、こっちも。ホスラム一気に、ちょっと待って、次のターン、このターンをちょっと
木に行かないと。え、めっちゃ硬くなってんだけど。パワード切れた。2000回復？お、やっとこね。え、強くなってる？強くなってない？戦えば戦うほど硬くなるやつ。そして攻撃力も上がってない？ちょっと心なしか。いや、違う。かい。よし。いや、アクアドラゴン最強説。いけだ。まあ、接待戦闘ですよ。ね。はい。4回、シカイリュウさんのね、接待戦闘です。そして、愛の剣は生まれ変わるエネルギーを蓄えたと。ファイヤードラゴンのセリフの前に、このわしに勝つとは、さすが火の会の勇者じゃ。永遠の谷とは、今では海よりももっと深いところに沈んでしまった。失われた大陸というところにある。その失われた大陸へは、我ら四海竜の長、大海竜様が導いてくれるであろう。また新しい存在が。大海竜様には怪獣島に行けば会える。え、最初のとこか。デッシーよ、我ら四海竜の力を存分に使い、シェルドラドに平和を取り戻すのだ。ホスラムはすごかったな、2000。まあ、あれも、一つの、パフォーマンスかもしれないですね。こういう回復魔法ありますせと。さあ、クシューラ、どう出る？あのアクアドラゴンの強さ見せつけられたな、クシューラ。おい！ちょっと待て、どこ？どうした？何ここ、急に。あ、出た。正体現したな。青いぞ。だいぶ顔色悪いぞ。まんまと引っかかったわね。なんて間抜けなやつ。クシューラなんて嘘の名前。私の本当の名前はグジュよ。ギャブファーの娘、グジュよ。あ、娘さんでしたか。そして、ドグラーやゼニムを陰で操っていたのもこの私。ふふふ。あ、ドグラーと話してたもんね、なんか。なるほど。娘さんですか。お父様からあんたを監視するように言われてたのよ。あ、それは光栄でございます。ここはお前たちもよーく知っている、あの巨大な飛行物体の中。いや、知らない。飛行物体。はい、あの UFO みたいなやつか。私の芝居に気がつかないなんて、会の勇者も大したことないわね。すみません。おかげで永遠の谷のことが分かったわ。早速お父様に連絡をして、怪獣島を攻める手はずを整えなくてはね。おっと、おい、テッシー、ちょっとしょぼい柱に囲まれた。お前は私の基地バイオベースに連れて帰って生態改造をしてあげる。そしてお父様のためにその力を振るうのよ。ほう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 。暴れても無駄よ。その特殊金属の檻はたとえあなたにも破れはしないわよ。いやー、九十さん、そんな趣味ないっすよ。そんな趣味ない。捕まる趣味ない。どちらかっていうと捕まえたい。オーラの玉はお父様のものよ。あんたたち雑魚には用はないわ。どこへなりと好きなところへお行き。雑魚呼ばれてる。他の3人一番傷つく。テッシーが捕まることより雑魚って呼ばれる。あら、雑魚だわ。クシューラ、いや、グジュ、親切なテッシーさんを騙すなんて許せない。お、ロボイチ、ナイス。ガラクタロボットめ、なぜそんなにまでしてテッシーをかばう。これもきつい。グサ、雑魚よりきつい。ガラクタロボット、破壊されるのが怖くないのか。ロボットのお前がこの私にかなうはずないのに。お前にはそんな感情が芽生えるプログラムはなされていないはず。分からない。私にはお前がなぜそんな行動に出るのか理解できない。だがいずれにしよう、我らを裏切った裏切り者であることに変わりはない。お前はバラバラに壊される運命なのだ。死ね。全部下に落とされてる。
ドラド警備隊などと気取ってみても所詮はこの程度。いや下でも聞いてるよガローたち。何何よその目は。テッシーあんた私のことを卑怯者だと思っているわね。思い込み思い込み、誰も思ってないけど、私といえどもお父様の命令に逆らえば消されてしまうのよ。見てらっしゃい、きっとあんたの仲間が助けに来るに決まってる。あんたの目の前で仲間を皆殺しにしてやるわ。見てらっしゃいよ。その時こそあんたの信じる力も大したことなかったと思い知るのよ。いや誰も信じてないっすけどね。クピクピを連れていかない時点で信じてないっていう、だ単に下に落とされただけ。よく海に落ちるなみんな。大変なことになってしまった。早くみんなを助けなくては。そしてこのことをドラドシティのグレートノーム様に報告しなければ。すげえ冷静。え、何そんなことできたの。こういうこの何潜水艦呼び寄せて回収させるみたいな機能聞いてないんだけど。海に投げ出された仲間を潜水艦で救出したロボイチは、ロボイチすげえすげえ。グレートノームに報告するためドラドシティに帰還した。無事帰ってるじゃん。無事に帰れてる。テッシーがいないだけって。敵の手に落ちるとはこれは大変な事件じゃ。残された者の力を合わせて一刻も早くテッシーを助け出さなくては。グジューのやつ、俺たちを騙すたーいい度胸だ。倍にして返してやるぜ。まさかの倍返しがここにあったっていう。テッシーさん、助けたらおむすびくれるかな。あげるあげる。わかりました、グレートノーム様、必ずテッシーさんを助け出してきます。よいな、決してオーラの玉をギャブファーに奪われてはならぬぞ。他の仲間ともよく相談してテッシーを助けに行くメンバーを選び、旅立つ前にもう一度わしのところに来るのじゃぞ。よいな、必ず来るのじゃぞ、大事なことだから。あ、そう。まあでも言ってテッシーも、まあみんなもちょっと思ってると思うんですけど、若干攻撃能力として影薄れてきてたよね。ね、そうですよね。もうなんだって召喚海がいるから。でガローのね、あの強さ。ね。攻撃火力としてのね、存在が薄れていたと。だガローをいれば十分。だ移動だよな。そうか。移動能力の方が、でかかったな。移動能力がでかかったな。ワープルか。ワープル誰だ、マギーだっけ。ああ、よかった。そうだ、マギー、ここ勇者の館ここに移してきて正解。正解というかさ、まあまあここになったわけだけど、いや最初のあそこなんたらシティバンズバンズみたいなとこだったらマジやばかったね。まあまあレベル上がってねえな、当然。おめえの出番だぞ。キラーな。ワープ使え、クピクピってワープ使えたっけ。もはやね、攻撃はガローに任せるから。ああ、使えないのか、ホスピル。マギーあたり使えたよね。あれいませんでしたっけ。容赦なく外す。もう信じる仲間とかじゃないっていう。リンダだっけ、違うよね。マギーだよ確か。マギー一番レベル低いな。そして HP も低いでしょ。60ぐらいしかないんじゃない。ほら68だって。うわー、覚えちゃってるよ。HP68 のやつが覚えちゃってるよ。まあでも魔法はピカイチだからな。
パワードブラクッドもあるし、つってもメガトスまでしか覚えてないのか。まあただレベルすぐ上がるから、まあいっか、連れてくか。なんか濃いキャラだな、濃いな。みんな、あ、違う、オート弱えー、ちょっと待て、これなるほど、大丈夫かな。まあ行くしかねえか、これで行くわ。ワープル、まあ一回行くか。ちょっとセーブすっか。まあいいっす、とりあえず行きましょう。一回会いに来いと言ってたんで、もう元には戻れんぞ。ちょ待って、その可能性あるわ。なんか一気にその永遠の谷まで飛ばすぞみたいな。なきにしもあらずだよね。メンバーちゃんと決めてこいっつってたから。ちょっと一応セーブ取ろう。最終メンバーになるんかな、これ。あーでも主人公抜けるパターンだったね、なんか。あ、そうだよ、これ最終メンバーじゃないよ。だから絶対主人公が残るはずだから、結局マギーとまたどっかで入れ替えが可能なはず。あと魔法ですよね。魔法ちょっと唱えられるやつがいないとやっぱり不安なのでね。お、やはり何かと戦力不足だろうで。マギー傷つくからそれ。面白いな、やっぱりな。エベルたちとも相談したのじゃが、4オババの力をわしがコントロールして、お前たちのうち誰か4人の眠っている力を目覚めさせようと思う。マジか、最長老。ただしこの技を使えばわしは、そこまでしなくても使えるのは4人分だけじゃ。いける？ 4 人分か。いや、ガロー行くだろ。いや、これ面白いね。いや、ガローでしょ。どうすっかな。ガローだな。とりあえず、ガロー、すげえ。すげえ。ちょっと待て、おい、1回分、ふざけん、あ、4回、いいのか。4回分、ガロー自分で、すげえ、自分で修行して目覚めている。レベル40とかかな、じゃあ。レベル上げるってことかな？いや、ガローで良いかって、お前が聞いたんだろうと。ふざけんな、じゃあいいよ。マギーで行こう。多分、経験値か、レベル上げだと思いますよ、これ。良いな、マギー。ふんぬ出ましたね、ふんぬ。それにしてもなかなかの演出ですね、これは。ピシャーン言ってるし。いや、だから、まあ、多分レベルだと思うんだけどね。さすがに答えたわい。お、補助する力も残ってないと。3回できんじゃねえかと。まあ、ちょっと見ましょう。あ、ほら、やっぱり。レベル40手前までいけると。なんか、ここで、うわぁ、エネトル。ドレインですね。MP 吸収もある。エネルチェンジ、回復、あー、なるほど、メガザルではない。
メガザルではないな。魂交換みたいな感じ。あ、でもあんま実践的で、ちょっとさ、もこのこの上が欲しいのよ。もうちょっと違う方向行っちゃってるね。まあいっか、リエントラも覚えたと。ただ貝が使えるから、マギーは多分その点で回復役いねえな。回復役いねえわ。まあいっか、アイテムあるから。テッシーもどっかで仲間になるっしょ。神頼みはむちゃくちゃ買ってこうか。まあ99個までしか行けないけど。あれ、こっちか。え、でどこ行くん。海底に沈んだとか言ってたけど、バイタリンへも99、やっぱ99個なんだ。万能薬も行っちゃおうぜ。行っちゃおう。どうせね、どうせやばいから。特効薬も買っときましょうかね。呪い2個とかしか持ってなかったから。あれ、あ、こっちか。買っときましょう。いちいちね、なんか戻ってくるのめんどくさいんで。たっけえな、相変わらず。よし、とりあえず25個。これで心置きなく全滅できる。うん。でもで、ワープル我が町。地下に沈んでるつーことは、やっぱ地下から行くのかね。ドラドシティでババアの話聞いとけばよかったな。なるほど、なるほど。ばあさんの話聞きに行くか、一応。もう一回何か情報が本当にね、あるかもしれないんで。結構意外とね、情報少ないですよね、大怪獣物語。これうっすら道筋はわかるけど、なんか重要なここだよピンポイントまではいかない。まあだから逆にいいのかもしれないですけど。なるほど、バランスよくね。何にも情報言ってくんない。戦いが嫌いじゃったなぁと。はぁ、オッケー。何、勇者の館にいる。ちょっと待って、なんか今ちょっと意外に言ってたな。話しかけていくが良いって言ってたので、ちょっと話しかけていきましょう。一応人のね、アドバイスは一応聞いた方がいいよね。年重ねるごとにさ、聞かなくなってっちゃうじゃない。聞かなくなってく人が多いイメージがあるんですよね。なんか特に若い人の話を聞かない人とか、なんかどうせ知ってることだろうっつってね。だからなんか年取ってくと新しいことに手出さなくなってくるんじゃないかと。まあそこに要因がねあるのかもしれない。
なんかあと心のどこかでなんかダセーとか思ってるのかもしんないしね。でもそこはやっぱりね、話したい一人間で聞いてってどんどん吸収した方がいいと思うんだよね。回復魔法？ポヨンさんで、そうか、でも特になかったですね。オッケー。じゃあ深海まで、深海？土地地図の左下っすわな。左下のあそこらへん、まあ左下っつうか、まあ真南だな、真南のちょい左らへんの海底を探っていきたいと思います。まあこれがもうラストに向けてのメンバーになるのかな。はい、ラストへ向かいますので、ぜひ最後までご覧ください。テッシーでした。